はい、どうも、教えて台湾のゆうです。今日はご紹介したいのは台湾のお土産です。で、今日紹介したいのはほとんどスーパーで買えます。価格もとっても手頃でたくさん買っても大丈夫です。はい、ということでこちらは今日は私が買ったものです。いろいろありますね。で、今日ご紹介したいのはじゃじゃーん、これです。ジャードというパイナップルケーキです。これは台湾人がパイナップルケーキを買う時にものよく行くお店です。台湾人にとってもすごく有名で、でみんなに愛されています。で、このお店はいつも行列なんだそうですが、で今日これがなぜあったというのは友達が送ってくれました。で、中身は6個入りのパイナップルケーキです。で、半分がクランベリーのパイナップルケーキで、半分がパイナップルケーキ、本物のパイナップルケーキです。はい、では中身開けてみたいと思います。で、実は撮影する前に3個食べましたので、今残ったのはパイナップルケーキしかないです。で、これです。で、今日はこのジャードのパイナップルケーキを食べたいと思います。私も久しぶりにジャードのパイナップルケーキを食べます。実は私は台中出身ですので、このジャードは台北ですごく有名なパイナップルケーキのお店で、でも台中人にとってはジャードではなく純米の方がよく知られています。台中人がおすすめです。はい、それでは早速食べてみたいと思います。うん、台湾でもすごく有名なパイナップルケーキ、いただきます。こんな感じです。こういうぐらいの大きさです。お、この茶色黄色の感じですごく美味しそうです。香りもすごくいいです。はい、ではいただきます。うん、中身はあっさりとしたパイナップルのあんと、外側はバターの味の効いた生地でサクサクで美味しかったです。うん、そしてパイナップルのあんの厚さもすごいです。皮とそのあんのバランスが絶妙です。さすが有名店です。まだ食べたことがない人、ぜひ台北とか台湾に来た時に食べてみてくださいね。はい、では次は朝ごはんが小腹が減った時に、じゃじゃーん、このゴイク鮮奶マイピーという粉末ドリンクですね。で、このマックカップでいただきます。で、このこういうなんかマックカップでなんか朝ごはんとか午後のティータイムにぴったりです。で、今回買ったのはココア味です。で、その中身はこれが10個入っております。後ろにも賞味期限が書いてありますので、バラ巻きに
最適です。どうぞはい、次はこれです。これはインメイというブランドです。で、これは台湾ですごく人気なあのメーカーです。で、この商品の名前は杏仁巧克力酥片と言います。これはチョコレートが染み込んだビスケットを砕いて、でギュッと固めたチョコクランチビスケットです。この杏仁巧克力酥片というお菓子は私が子供の頃の時からすでにあったお菓子で、今までも大人気ですね。そしてその中身はこれです。ここにミルクチョコレートと書いてあります。牛奶チョコレート、取り入れたいと思います。お、開けた瞬間いい香り、すごくいい香り。ほほー、こんな感じです。ここが杏仁ですね。で、ちょっといただきます。サクサクの音がしますかね。うん、こんな感じです。少々甘いですね。うん、こういうなんかミルクの中に入れて食べますのも悪くないと思います。はい、次はこれです。これが台湾のロングセラーになってるスナックお菓子カーディナのポテトスティック、トマト味です。なんかトマト味、へー、食べたことがないかもしれないですね。でも実はこのカーディナのトマト味が定番なんです。絶対トマト味を買ってください。美味しいです。トマト味でしか味わえない甘酸っぱいスナック菓子です。ポテトチップスな感じで、でも中身は真ん中が空いた でサクサクのが特徴です。はい、次は台湾の伝統スイーツの缶詰です。石鼓堡というスイーツなんですけど、これも私も食べたことがあって美味しいですね。で、中身は栗と小豆とか、そしてルートとかがありますね。基本的にこういう缶詰のスイーツはこの蓋にスプーンがついてあります。こんな感じです。中にスプーンがあるので、いつでもなんかスプーンがないと食べられないという困りはないです。で、こういう缶詰のスイーツは温めてから食べるのもいいですし、冷蔵庫に入れて冷やしてから食べるのもすごく美味しいと思います。私個人的にはほとんど冷やしてから食べるのが多いですので、おすすめです。旅行の時にお土産としてももちろんで、台湾に旅行しに来た際にスーパーで買って、コンビニで買って、そしてホテルで一息という際にもぴったりです。はい、次は最後になります。これはグワイグワイです。で、そしてこのグワイグワイはいい子という意味で、なんかこうこのキャラクターがすごく目立つですで、このグワイグワイの方に漢字が書いてありまして、で、実はこの空欄の部分に自分の願い事を書いておくとトラブルが起かないように
願ってるですね。皆さんは台湾にはゴイゴイについて都市伝説があります。よくあるのはパソコンの上に置いて、そして不具合が起きませんように願ってるというお守りとして使ってるイメージですね。で、必ず緑のゴイゴイが必要です。他の色のゴイゴイでしたらダメですよ。緑じゃないとその効果がないだと言われています。なので皆さん台湾に来たらゴイゴイを買って、なんか日本語でも大丈夫かな、ここになんか何々ゴイゴイとかを書いて、そして日本に持って、例えば試験勉強とかに願い事があった場合、このゴイゴイを書斎に置くとか、なんか自分のそのテストの本の上に置くとか、そういう使い方があります。なので良いことがありますように、そして無事でありますようにと祈ります。そしてこの都市伝説には注意したいことが2点あります。1点というのは、このゴイゴイ、緑のゴイゴイの賞味期限は切れてはいけないです。切れてると効果がなさそうです。で、もう1点のは、このゴイゴイはお守りとしては食べてはいけません。そのままずっとこの11月25日まで、例えばパソコンに置く、ずっと置くとか、それがお守りとして効果があります。ずっと無事でありますように、そしてずっと良いことがありますように祈りたいでしたら、この2点を必ず守ることですね。はい、以上です。今日紹介したお菓子を見たらどう思いますか？何か特に食べたいお菓子はありますか？それとも皆さんが台湾に遊びに来た時に食べた美味しいお菓子がもしあれば、下のコメント欄に教えてくれるとすごく嬉しいです。では皆さん、下次见、バイバイ。